衝撃を広げている女優松井和代と俳優船越英一郎。2人は10年以上前から不仲がたびたび報じられてきた。2011年には別居報道に対し、松井がもし浮気したら船越をやって刑務所に入る覚悟と発言し、集まった報道陣をドン引きさせていた。以下、11年10月25日付、女優松井和代54が24日一部で別居を報じられた夫船越英一郎51への激しすぎる愛を明かした。都内で映画マーガレットと素敵な何か29日公開のトークイベントを行った松井は、別居報道を否定する一方で、もし何か間違い浮気を起こした時は船越をやって監獄に入る覚悟をしていますからと仰天発言。5日前にも怒りに任せて船越の携帯を破壊したことを堂々と明かすなど、過激すぎる発言の数々に報道陣がドン引きする事態となった。松井が常人では理解しがたい過激すぎる束縛愛を堂々と告白した。私は包丁を2本プロデュースしているんです。浮気したら船越をやって万歳して刑務所に入る覚悟をしていますとケロリ。集まった報道陣はただただ起笑するしかなかった。結局夫を所有物にしか思ってなかったんだろ。松井和代様、あなたは特 A 級衛星エンターテイナーとして認定されました。ご活躍期待します。危険なジョージの浮気相手みたいだ。妻なのに怖すぎ、怖え。最終的には身が周りから去っていって孤独死しそうなタイプだね。亡くなるその時まで嫁を認めなかった船越英二はしっかりと下目を持っていたんだな。この人 YouTuber になったんだっけ。あれだろ、共謀罪だろ。今もそうだろ、メンヘラを野に放たないために船越が抑えていたと思うと、世の男は感謝しないといけないのかもな。そんで実際殴ってるんだから、ホラー、人間に最も大事な能力の一つ、それは人を見る目。これ松井和代も発達障害かなんかだったんか。もともといちいち物騒だな。ラブシーンでブチ切れる女は俳優と結婚したらあかんわ。怖いの一言、関わりたくない存在だわ。そこまで浮気されたくないなら最初から結婚するな。怖すぎる。つべこべ言ってないで早くノートの中身見せろや。若い子ならふけでギャーギャー騒ぐのもまあわかるけど、ババアが浮気で騒ぐなんて、そりゃ船越も逃げるわ。精神科医の友人が統合失調症じゃなくて境界性人格障害だって言ってた。息子、息子、愛する息子と言いながら息子の気持ちなどお構いなしだよな。エゴの塊、美少女なら嬉しいんだがな。自分が受けてると言い張ってる被害は全部自分が誰かにしてんじゃん。お金あるんだし気持ちない旦那に執着する意味がわからんわ。そんなんだから浮気されるんだよ。軽く吉じゃん松井。よく今まで殺されたりちぎりられたりしなかったな。でもバイアグラ飲んでたのバレちゃったんでしょ。すぐ死ぬだの殺すだのっていう人嫌い、同質タレントの中ではダントツに面白い。個人的にはお掃除の神様だったんだよな高木さやも。このババア顔が気持ち悪いから死刑な。異常なほどの掃除綺麗好きってこんなん多いね。なんでなん。これには包丁メーカーも困惑、財産分与で揉めるはず。視線路だからな。ヘルニアで入院中の旦那の上に乗って文句言う女だし、ヘルニアで上に乗られたら半端ない痛さなのにな。クソ女だ。女優だから泣きの演技上手いから騙されそうになる。事件起きる前にもう逮捕でいいんじゃない。バツイチ子持ち必須女と結婚した船越に見る目がなかっただけ。色気に目がくらんだな。船越英二の言う通りにしておけばこんなことにはならなかったのに。草葉の陰で泣いてるよ。最近知ったけど、この人台本引きちぎるとか携帯を壊すとかを面白がって言える性格なんでしょう。多分旦那も愛情や尊敬の気持ちがあったんじゃなくて、マウンティングしやすいから好きだったんだろう。それが逃げたから飼い犬に手を噛まれたとばかりに文春に垂れ込んだんだろうな。 DV 男が嫁が自分の思うがママに動くのを面白がりヘラヘラ笑いながら殴ったり蹴ったりするくせに逃げると執拗に追いかけてくるのと一緒。病的な神経質とか完璧主義者は掃除好きになりやすいの。汚いものが自分の周りにあるのが許せないのよ。それが掃除だけじゃなくて仕事やら夫婦生活にまで及ぶと悲惨なことになる。自分の知り合いはそういう性格で、掃除もタイルや床の隙間の一点のカビやホコリすら許さなかったらしいけど、夫のズボラな性格に切れて
わずか半月で離婚。その後、仕事も完璧にやらないと気が済まず、そのせいで、過労がたたって、たくさんの疾病を抱えてさせい。残念ではあったけど、今にして思うと、あと5年生きていたら、精神のどこかに異常が起きたんじゃないかと思ってしまう。困難面白いとか言ってるのは、サイコパスかキッズだけだからね。気持ち悪い。そんなことより、公明党について語り合おうぜ。船越の妹さんって、船越旅館の女将になったものの、親の介護と松井和代との確執で自殺してるじゃん。ほんまもんやで。親戚が、みんな結婚に反対で、出席しなかった理由だこれ。母親の朝鮮部落の飯炊き女で、男とやり放題。一代の父親も、本当は誰だかわからない。そんな雰囲気は、戸籍を見ればまともじゃないのはすぐわかる。だから、船越は、家の財産を放棄させられた。つまり取られるから。親戚は全部知ってた。連れ子のアトピー君も誰の子か。とにかく、半島の血は隠せない。朝廷でも、何にでも因縁つけて。何癖つけてくるであろう。船越の芸能活動に差し障りが出る。やばい、しか言葉思いつかないんだろうな。頭悪すぎて。この女財費っぽいな、高島家在日嫁の一件思い出すよ。自分も子、相手も、この認識があった上でもたれかかるような依存じゃなくて、自分と相手が重なってしまう、相手を失えば自分自身も失うような依存なのかね。最初から地雷臭しかなかったやん。船越が経験値少なくて騙されただけ。もっと早く離婚すると思ってたけど、随分と長く頑張ったな、って印象だったけど、ドメンヘラだったんだな。己に、同化か復讐しかないんだと思う？こういう人は本当に厄介。ロックオンされたら、最初は、優秀な上に心優しい、世話好きなアテクシを装って懐柔しにかかる。恩相手が異常に気が突き逃げようとした途端に、執拗な攻撃が始まる。立場を利用しての出まねた攻撃も平気でやるから相手は疲弊するばかり。むしろ、船越さん、何で結婚したんだろう。よく今まで耐えてこられたよね。上記されてるけど、この人、ボーダーやね。ホリプロ VS 松井和代、在日ゲバ。浮気されたくなかったら結婚するな。はさすがにはおかしい。浮気されてもしょうが、ない人間性でも、実際に浮気した側の方が罪が重い。